島は、カリブ海、ダイアンティル諸島に属する島で、ハイチとジャマイカの間のジャマイカ海峡に位置する。アメリカ合衆国が領有を宣言し、実行支配中だが、ハイチも領有権を主張している。岩肌が露出した、面積5.4平方キロメートルの島。ナバッサ島の旗ナバッサ島は1504年に、ジャマイカで座礁し、動けなくなったクリストファー・コロンブスが助けを得るため、 カヌーでイスパニョーラ島に何人かの船員を送った時に発見された。淡水もなくナバーアッツァ島と名付けその後航海者たちからは350年の間振り返られることもなかった。その以前からハイチが領有を主張していたにもかかわらず、1857年にピーター・ダンカンというアメリカ人が再発見したとし、アメリカ合衆国連邦法のクワノ島法を利用し、 グアノ採掘のためアメリカが死臭国領有とされる。ダンカンは島の私有権をジャマイカのグアノ商人に譲渡し、その商人はボルチモアのナバスサリン工会社に譲渡した。南北戦争後、メリーランド州の黒人契約労働者140人の販馬、白人監督者用住居、設備工房、倉庫、教会を含む大規模な採掘施設を建設。 グアノ採掘は1865年から開始。ダイナマイトと鶴橋で採掘し、会社のバーク船、SS ロマンスに乗せるルルベイの船積み場までトロッコで運搬した。ルルベイの居住区は、ルルタウンと呼ばれ、古地図に記されている。線路は、その後内陸部にまで付設された。南国で人力でのトロッコ輸送は過酷で、島の労働環境への不満が高まり、 1889年に暴動が起き5人の監督者が死亡。アメリカの軍艦が18人の労働者を連れ帰り、ボルチモアにて殺人罪のため起訴した。黒人友愛団体やキリスト教系、漁師団体などが資金を募り、起訴された黒人たちの行動は自己防衛であり、また当地はアメリカ合衆国の放置地域でないとして弁護した。裁判は1890年に、 連邦最高裁にまで行き、三人が死刑判決となったが黒人協会を中心とした草の根運動が当時の大統領ベンジャミン・ハリソンを動かし、無期懲役刑に減刑された。ナバスサ島灯台。灯台主居所が背景に見える。ナバスサ島灯台の灯台主居所後具案の採掘は、その後も小規模だが継続したが、 1898年の米西戦争でナバッサ林行会社は島からの退去を命じられ倒産した。ナバッサはその後1914年のパナマ運河完成により再び脚光を浴びる。アメリカ東海岸からパナマ運河への航路はキューバとハイチの間をウィンドワード海峡を通過するためナバッサは航路上昇壁となり灯台が必要となった。 1917年にアメリカ合衆国灯台運営所は海抜120メートル46メートル高のナバスサ、島灯台を建設。1929年に自動灯台となるまで灯台主一人とアシスタント二人が常駐した。灯台運営所がアメリカ沿岸警備隊に吸収された1939年以降は年2回維持作業を行った。 第二次世界大戦中はアメリカ海軍は観測所を設置。その後は無人島となっていた。第二次大戦後はアマチュア無線愛好家が時々この島にアメリカ無線中継連盟によって与えられたコールサインでのデラックス運用のため訪れている。コールサインのプレフィクスは KP1。2015年には K1N が指定され2月に更新を行った。 現在、島周辺の海域は、ハイチ人の漁場となっている。また、ハイチ人が、島にいる、ヤギの狩猟も行っている。ナバスサ島の位置。北はキューバ、西はジャマイカ、東はハイチ。行政としては1903年から1917年の間、ナバスサ島は、グアンタナモ米軍基地の一部として、アメリカ海軍の管轄下に置かれていたが、1917年より、 アメリカ沿岸警備隊の管轄下となり、1996年からはアメリカ合衆国内務省の管轄下となった。1996年8月には沿岸警備隊はナバスサシマ灯台を廃止した。内務省は合衆国領有症離島の一つとして分類した。さらに1999年よりアメリカ合衆国魚類や生生物局の管轄に移上され、 国指定野生保護区に指定された。ただし政治及び法務的には内務省当初局が引き続き管轄している。一般人のナバスサジ前の上陸は危険とされ、プエルトリコのボケロンにある魚類野生生物局事務所に上陸許可を得る必要がある。その後アマチュア無線愛好家の立ち入りは許可が降りていなかったが、2015年2月22年ぶりに更新が行われ、 日本のアマチュア無線化も更新した。現在でもハイチがアメリカ合衆国への併合に対して抗議し、島の領有権を主張しているが、アメリカ合衆国はそれを退け。添け、1857年から合衆国未編入地域で現在は領有小離島であるとしている。ジョー・フィリップス、オハイオ・ダクサース・デナイド・ディースキー・アイランド・ランディング、パーミット、ザ・アール・レター・ボリューム24-06。 2012年11月17日、閲覧。http://ja6nqo.blog.so-net.ne.jp:/2015-02-15 ありがとうございます。